マリモ堂でございます。第47回目になります。今回の収録ホールさんは東京都は足立区にございますニューグランド保木間店さんでございます。今回が初収録のお店になりますね。他のニューグランドさんでは、収録ねしたことあるんですが、こちらの保木間店さんでは初めての収録になります。足大丈夫ですか？今足調整をされてたんでね、クマさんが。あ、今日クマさんですカメラマン。なんか今年に入ってから収録に一緒に行ってカメラを担当して勝った人間がいないってすげえ嬉しそうに言ってたんでなんでちょっと今日僕そのね流れを断ち切ろうと思います。はい、なんとか断ち切れるように選んだ機種は、初収録のお店ということでアナザーゴッドハーデスを撮ってみました。まあ今までもね言った通り言ってきた通り、初収録初実践のお店でハーデスを打つと、まあ、なかなか面白いことが起こりやすいということで、まあ、今回も何かが起こってくれるんではないかといったところでございます。さあそんな何か面白いことが果たしてノルマ達成に結びつくんでしょうか。まずは抽選から行ってみたいと思います。さあそれでは行ってみます。何枚が出るんでしょうか。はい、じゃあこちらでお願いします。こうでこうか。はい、何枚、まあ、ぼちぼちっすかね。時間500枚、いけなくはないですね。ハーデスだったら波に乗ればいけると思います。さあそんなわけで今回は果たしてどうなるのか。前回 T シャツプレゼントにしちゃったんでね、その流れも断ち切るように頑張ってきますんで、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは実践いってきます。バンナーハーデス。さあ、それではハーデスいきます。まずじゃあ台を選んだ理由でも言います。この台がですね、なんだこれ、1日前2日前ともにダメですね。で一応まあ、角よりは、ここら辺の位置の方が一番目立つんですよ、島の中でね。ちょっと広いんで後ろが、お客さんがよく通る場所なんで、まあ、ここが一番なんかこう人目につきやすいかなと、まあ、その2つの理由です。で正直今日ねアラジンエース2が、まあ、通れなくもなかったんですけど、ちょっとね打ちやすい場所っていうのかな、角とかがすで、にね先客の旗に取られてまして、まあ、ちょっとねやっぱ収録だとなかなかカメラも入って通路にカメラマンも立ちますので、あんまりこういうねお客さんの他のお客さんの迷惑になるようなことはなるべくね控えたいので、まあ、いる時点で迷惑かもしれないですけどね、カメラがで、まあ、なるべくそういうのをと考えると、ちょっとアラジン打ちにくいなと言って、ハーデスの島来たらなかなかいい、ロケーションのところがありましたので、まあこう撮ったという理由でございます。でもこれよくよくデータを見ると、はー引きましたほら、やっぱり簡単だハーデス。データを見るととか言ったら引いちったやりますねやっぱ俺って。129ゲームでございます。我ながらねよくこんな引くなとは思いますよ
はい。129ゲームでゴッドでございます。多分今日はあれですよ、店で一番最初にゴッド引きました。一番の初実戦のホールで島一のゴッドやったね、やらかしたね。投資5000円です。5000円、47枚貸しの店なんで、おお乗った。デジャブレないか、47枚貸しの店なんで5000通と235枚235枚でございます。とりあえず200枚超えました。110ゲームでさあ何が出てくるか行ってみます。一発目、引いた。あ、これはでかいの来るかも。あー来ないかな。あー来たーいい音するよ、いい音するよ。はい、いい音したー、やりましたやったやったやった。30で終わんのかなとか思ったけどね、10倍になりました。今日は犬が頑張る日だね。隣さんも犬で頑張ってましたから。終わるかな。ああ待ちた。まあでも5ゲーム6ゲームでこれだったらね、万々歳ですよ。あ、クマさん今日俺勝てるかも。クマさんね、今年初の勝利目撃できるかもしれないですよ。一緒に勝ち取りましょうよ、今年初の栄光を。こっから大崩れしてマイナス3万とかになったら、本当クマさんのパワーすげえってなりますよ。パワーすごいって。朝30分もしないでゴッド引いて、突破ゾーンで300乗せてるにもかかわらず負けるってなかなか多分ないと思うんで。まだまだ AT が続きそうなんで、この次に出るゴッドシリーズの話がなんか風の噂レベルで僕の耳にも入ってきたので、まあ、その情報がどこまで正確かわかんないですけど、ちょっと、お伝えしておこうかなと思います。次のゴッドはね、タイトルがミリオンゴッド神々の凱旋というタイトルでございます。筐体これですね、これはこれです。で今回のね、その凱旋はまあ系譜ゼウスと同じシリーズというか、まあ、そっちの方の流れになるんで、このアナザーゴッドハーデスっていうのが、まあ、アナザーってついてるだけあって、ちょっとまあ亜流なんですよ。支流といいますか、本流じゃなくてちょっとずれた方がこっちなんですけど、まあ、ずれた方がすごい大ヒットしてるっていうのもね、あと面白い話です。で、
このまま本流に戻った、凱旋ですが、ワンセットで100ゲームの AT のようです。3枚増えるのかな、3枚だか 2.9 枚だか、まあ大体3枚ぐらい AT で、ゲーム数はの数はどうやらないんじゃないかと言われてますね。なんで本当に、初代5号機初代のボット、神々の系譜ですね、戻った感じです、まあ、ゼウスでもなくで、セット乗せで増やしていくタイプのようですね。であとなんかね、赤七の核変状態みたいのがあるっぽいですね。まあ初代とかゼウスというところのエクストラゲーム的なものは搭載しているようですよ。だからまあ、お、乗る、ちょっと待ってください、乗るんだよね。マジで、マジで乗るっていうか、あるあるの、これあるの、イエース。クマさん勝ったよ、今日勝った勝った、やったね、初勝利クマさん、今年初めてだ、雷でゴッド揃うんだね。いやー、やりました。はあ、簡単だな。あ、でもそっか、雷に当って今後ろで数字回ってたような気がするんですよね。あのパターンって確定薬なのかもしれません。まあ、いずれにしても1時間以内で2回です。ゴッド凱旋の話をしてたらゴッドが凱旋しました。やったー、あ、乗った。さあ、楽しいことになってきましたよ。うおー、さあ、3回目はあるんでしょうか。左を止めてみます。はい、ほらあるんじゃね、3回目、これこれあると思うよ今日は。はい、あーなかった。いやー、なかったね、あると思ったんだけどね、3回目早くも11時5分に3回目のゴッドを揃えられるかなと思ったんですけどね。いやでも今日はすごいわ、なんか演出の引きも。あ、そっか、さっきの、雷がいきなり出て AT 中にね、で左7止まって中段ゴッド、たぶんあれワンリールゴッド確定ですね、いろいろ考えると。いきなり雷は直乗せか、デジャブ乗せか、あるいは確定薬なんですけど、雷が鳴った時に後ろで数字が回ってたら、多分チャンス薬はないんですよね。で、上乗せがなくなるってことですね、直乗せデジャブは。あ、これ今ほら今出たけど数字回ってないじゃないですか。だからこれは多分、まあ、確定薬の可能性もあるとは思うんですけど、この可能性かなり薄いと、チャンス薬ですね。だからあそこで数字が回ってたら今のパターンで、多分これがないんです、直乗せ。あと、まあ多分チャンス薬もないからデジャブもないと。だからいずれかの確定薬、消去法でいくとねってなるんで、お、これはいくかな、いかないってなるんで、多分あれは左7止まった時点でゴッドワンリール確定、まあ、もっと言えばゼロリール、ゼロリール確定薬確定なんだと思います。さあ、後乗せ何ゲームあるかないのか、それともない、後乗せゼロでございました。乗るか、乗らないね。
はい、590ゲーム1420枚でございます。少ねえな。あ、300欲しい。何が出る？死ぬか。まだあとこれ抜かして4つあるはずだよな。70ゲームでございました。15万役の引きがどうにもダメですね。もう700ゲームに到達するので2000枚は超えてて全然不思議じゃないんですけど、まだ1800枚ぐらいです。ちょっと物足りないですね、これじゃ。さあ、ジャッジメント3つ目ですかね、次です。ワンちゃん出ましたよ。ワンカットイン、クラッシュバック、ワンワンワンときて超ワンです。スーパーワンちゃん、ただのワンじゃないよ。5ゲームで終わらないでいただければ私報われます。いった、50あんだっけ、30。ここで危ない危ない危ない。さあ、右上がり、下下段、30ゲーム。200は行きたいな、せっかくなら。210、いった、200超え。あー、まあでも、まあ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 いいじゃないですか。犬で本日2回目の3桁です。いい傾向だ。お、乗った。300。おお、でかい。ぼちぼちでかい。50。ジャッジメントはなし。さあ、後乗せはございませんでした。950ゲームで2524枚でございます。4回目かな。さあ、4度目のジャッジメントです。また犬かな、これ。ああ、来た、ペルちゃんです。乗った、
よーし。さあ来い。ああダメか。お、揃います。今バイブも入りましたね。揃います。コンボもお願い。コンボもお願い。もう今日ずっと AT だけで終わらしたい一日。よっしゃ。さあ何パーでしょうか。何パーセントの継続率が選ばれているのか。ああ終わった。復活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 。ない。うわまた来た。挟んでみます。さあ2リール確定でございます。ああ来ない。終わるか。終わった。270ゲーム。今回特化ゾーンジャッジメントを何だろう、1桁じゃないや、2桁のは1回しかないんじゃないですか、多分2回か、今ので4回目でしょ、1回だけですよ多分。いやすごいやるね俺。あ当たったね。やりました。3つ目出てまいりました。300きた。ああ久々引いたな、ビーマックスでビッグ。